光から月曜日は、ドイツの作曲家カール・ハインツ・シュトックハウゼンによって1984年から1988年にかけて作曲されたオペラで、全7部からなる、オペラチクルス、光の第一部を構成している。リブレットは、シュトックハウゼン自身が書いている。月曜日は21人の独奏者と、混声合唱、自童合唱と還元楽によるオペラで、旧約聖書の、 創世紀におけるアダムとイブを題材にしている。1988年5月、ミラノでの月曜日リハーサル中のスザンヌ・スティーブンス、光の制作過程で、月曜日はイブというキャラクター、存在の女性的な側面、誕生に焦点を当てている。月曜日は月の日であり、月曜日はラテン語で死を意味することから男性とみなされていた太陽とは対照的に月は 伝統的に女性と関連づけられてきた。月はまた、ギリシャ神話の女神ヘカテイに擬人化されるように、女性の原理、日食、破壊、原始的な恐怖の盲目の力の悪魔的な形であるが、シュトックハウゼンは前向きで創造的で、活気に満ちたものを支持して、イブのために、これらの側面をあえて避けている。月曜日は、次のようなシーンとサブシーンの三つの幕に分かれている。 月曜日の挨拶は観客が到着するとホワイエで流れるテープ音楽である。視覚的な印象はまるで水中にいるかのようで音楽は重層的で伸びやかなバセットホルンの音に時折水しぶきや水の流れの音が混ざる。バセットホルン奏者の12枚の写真は鏡面仕上げのイブフォーミュラの12の音程に対応した様々なポーズをとっており空間を取り囲んでいる。 1> 第一幕のイブの誕生では、イブは多くの名前を持つ三人のソプラノ歌手に現れる。彼女らは、イナンナの神話や、初期のゲルマン神話に登場する宇宙の母の名前を常に変えながら歌うのため、様々な形のイブとなる。この幕は6つのシーンで構成されている。イブの第2の誕生は3つの場面で構成されている。イブの魔法も、第2幕同様。 三部から構成されている。月曜日の別れは、冒頭の月曜日の挨拶と同じく観客が劇場を離れる時にホワイエの四つの通路で再生される。子供たちの鳥の絶え間ない声が周りを巡らし、ホワイエは雲に包まれるように、終わりに向かって、イブの子供たちは音楽によって、緑の雲のあるより高い世界に誘拐された。という単線率の声が歌われる。 シュトックハウゼンコール1985-33ありがとうございます。